ロホーテン諸島の町でね、ーテン諸島は、ノルウェー海にある、ノルウェー領の諸島。スカンディナビア半島に近接し、北には、ベステローデン諸島がある。北極圏に位置するものの、高緯度の割に、気候は温暖である。ロホーテンは、ノルウェーの伝統的な位置地域を指すが、現在の地方行政区画としては、ヌールラン圏に属する。 露テ天諸島の位置露テ天諸島とベステローデン、諸島北緯67度から68度にかけての北極圏に位置する。自治体には、ボーゲン、ベストボーゴイ、フラックスタット、モスケニス、バーロイ、ロストがある。主な島は北から南にかけて次の通り。さらに南には小さな古島のワール島とロスト島がある。陸地の総面積は1227。 平方キロメートルで人口は24,500人である。ロフォーテン諸島とノルウェー本土の間には広いベストフィヨルドが横たわり、北にはベステローデン諸島がある。主な町はベストボーグ島のレクネスとアウストボーグ島のスボルバールである。最も高い山はアウストボーグ島のヒグラフスティンドン。陸上は起伏の激しい肌界和の産地で生産性に欠けている。 有名なモスクストローマンは、ローテン諸島西の潮流で、英語のメールストロムの語源となった。ジュール・ベルヌの小説、海底ン万里において、潜水艦のオチラス号が、渦巻きの中に消えていく結末が知られる。海中の生物は豊富で、世界最大の深海珊瑚礁が、ロスト島の西にある。タロとニシンの漁業基地として11世紀以来、発展したため、 1>, 1から4月の漁期には各地から集まる漁船は数千を数え、漁獲口も数百万クローネに達する。主な基地はヘニングスベール、カベルボーグ、スボルバールで加工場が完備している。フラックスタット島のヌスフィヨルドはノルウェーで最も古い漁村である。オジロワシやウ、数多くの海鳥が集まり、カラフルなパフィンもいる。カワウソはよく見られ、 アウストボーグ島にはヘラジカが生息する。ありがとうございます。